こんにちは。ということで、10年に一度のマイベスト10ガチャ引いていきたいと思います。で、自分が狙うキャラについては、まあ大体右に書いてある、ちょっと違うかもしれないんですけども、まあ大体右に書いてあるキャラですね。まあちょっと今メインなので、まあサブこれから参加回していくんですけども、まあメインだとこれになります。で、一番欲しいのが、これもう引いた後に撮ってるんですけども、ミカエルなんですよね。4枠全部持ってないので欲しいです。なんで、もうミカエルだけ出ればもう OK です。もうそれ以外は大丈夫、出なくて、もう出なくてというか、まあどれ出ても嬉しいんですけども、ミカエルがまあ一番嬉しいです。で、まあちょっとね、右の画像雑で申し訳ないんですけども、まあ自分が初心者だったらね、これ選択するっていうのがあるんですけど、まあ役もルシファー、ルナ、ソロモン、サトリ、キリンジ、ネオ、チアヤ、エクスカリバー、まあ9体にはなっているんですけど、大体まあ上位9体これかなって思いますね。で、まあ初心者だったらどれ出ても嬉しいかなっていう感じなんですけども、エクスカリバーを入れてる理由としては、まあ10周年ですね。10周年のモンストニュースで、まあ、おそらく重心化して、まあ、ぶっ壊れてくれるであろう思いで、まあ、入れております。なんでね、まあ、今エクスカリバー使えないかもしれないんですけども、後々持っててよかったって多分思えるようになるんで、まあ、エクスカリバーは選んどいて損はないのかなと思いますね。なんで、まあ一番下にも書いてるんですけども、中上級者の方でもね、エクスカリバー今持ってないよって方はね、選択しておいて、だったらまあ後々ラッキーみたいな感じになるとは思いますので、まあ、エクスカリバーおすすめかなと思います。で、まあ、あとは他は、まあ、ヤクモ、ルシファーとかは無難に強い枠ですね。まあ、ここら辺はもう有名なんで、まあ、大体皆さん強さ知ってるかなと思いますね。で、中上級者なんですけども、まあ、基本的に定期開催される高難度適正ですね。まあ、未所持とかね、ここ詰まってるよってところの適正とかはね、まあ、選んどいても損はないのかなと思います。あとは将来性重視ですね。まあ、転送会持ちの限定キャラとかですね。あとはまあ、これから強くなりそうな枠。まあ、エクスカリバー、モンタナ、ハレルヤ、エンマ、ダッキー、まあここら辺がね、そろそろ重心化が近いので、選んどいてもいいのかなとは思います。はい、ということで、まあ、ミカエルね、めちゃめちゃ嬉しかったです。はい、ということで終わります。